やっさーやっさーっていうか元気よすぎじゃねえの。そういつも外だとそんな声出してないやろ。そうかな。あ、元気いっぱいで今日もお届けします。はい、はい、ということで今夜3月1日月曜日夜11時から放送、ミッド FM761 やさぐれナイトの今夜もやさぐれちゃいな第214回目がオンエアです。イエーイ。ということで皆さんね、はい、この景色ね、うん、よくわかってるよね。そうだよね。あ、今日はね、はい、この緊急事態宣言中で現在休業中の、はい、バーマッサさんから、うん、休業中です。なんでこれ見て、お酒出してもらえないの、缶コーヒーを自分で買ってこないといけないっていうね。お店が開いてないのでね、仕方ないですけどね。マッサいつから？3月1日。あ、じゃあ今日からだ。そう、今日から。そう、出す時から。あ、皆さんね、じゃあ今晩は、はい、ここバーマッサに来て、ね、来て来て飲んで、うん、帰って、そう、やさぐれちゃいなを聞くと。そうですね、9時までだもんね、はい、9時まで。ここは本当に大人のバーなので、はい、みんながわー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 騒ぐこともないですしね、うんうん、騒いでるのだいたいゆみちゃんぐらいなので。そうです。なのでね、皆さんもしよければね、あのこの雰囲気覚えてますよね、はい、うん、やさぐれナイトの哀愁のカラオケバージョン、うん、はい、撮った場所ですからね、うん、YouTube でも載ってますけど、はいはい、それこちらの方に、じゃあ YouTube の方、 YouTube の上げておきますのでね、皆さんで、はい、ぜひぜひまだ見てない人はね、確認よろしくお願いいたします、はい、お願いします。ということで第一月曜日は、はい、先月、うん、やさぐれナイトのライブの振り返りになりますけれども、うん、はい、先月は2月の13日、そう、2月13日、はい、はい、滋賀県近江八幡市のアクア21で開催された、はい、アクア21感染症対策ライブでしたけれども、はい、楽しかったね。うん、めっちゃ楽しかった。めっちゃ楽しかった。めっちゃ楽しかった。あ、楽しんどったもんね、ほんとね。うんうん、まあ本当ね、今回4組の方たちが出演してましたけども、はい、4組でうちらも入ってるんですけどね。そうです。あ、初めましてが2組、ね、そうなんです。ですね、はい、三味線の木山かおるさん、はい、はい、そして弾き語りの八戸あかねさん、はい、うん、本当ね、あとリーファとやさぐれナイトの4組でね、お届けさせていただいたんですけども、うん、まあ本当個性あふれるね、皆さんでね、うん、楽しかったっていう内容をね、こうラジオで結構話するんで、うん、ぜひぜひそこら辺もね、そうなんですよ、聞いてほしいです。時間足りるかなって話やけどな、ね、本当に ね、 当にね、うん、その模様をお伝えさせていただきますんで、はい、お楽しみください。楽しみに。そして今夜のリクエスト曲は、うん、今夜のリクエスト曲は、はい、名古屋市にお住まいのサラさんより、はい、サザンオールスターズで旅姿6人集をお届けいたします。サザン久しぶりやね。そうだね、うん、最近なかったね。サザンのファンの方たちも聞いてくれてるんだよね。聞いてくれてると思うだよね。俺前聞いたもん、うん、サザンのファンの人から聞いてます。 あ、そうなんだ。そうそうそう、そっか。なんでね、もうちょっとね、うん、リクエスト待ってますよ。サザンいっぱいいい曲ありますんでね。ぜひぜひ。毎週はちょっとねかけれないですけど、毎週はね、毎週はね、やっぱいろんな人たちのこういうリクエストをこうやってチョイスしながらかけさせていただいてるんでね、はい、この曲いい歌なのでね、うんうん、皆さんもうご存知だと思いますけども、お楽しみにしておいてください、はい。そしてそして、やさぐれナイトが独断と偏見でお届けするやさぐれジュークボックスですけれども、はい、今夜はゆみちゃんがセレクトということでね、はい、どんな曲をご紹介してもらえますか。はい、いや俺が言うまで待っててよ。どんな曲をセレクト。先走っちゃった。や
がだな、もう先走りということで、どんな曲をお届けしてもらえますか。はい、今夜はですね、はい、矢野顕子さん with 今和の清志郎さんで一つだけという曲をお届けしたいと思います。その2人のデュエットすごいよ、うん、なんか個性のぶつかり合いなんだけど、うん、でもいい具合にこう織り交ざって想像つくけどな俺は。本当、うん、私はあまり最初は想像つかなかったけど、うん、あの曲を聴いてたら、うん、ものすごい心地いい感じに、うん、聴けるので、うん、皆様もぜひ楽しみにもういろんなエピソードも含めてね、うん、そうそう話をしてもらえると思いますので、はい、大体このやっさぐれジュークボックスの尺で、うん、ユミンがどうだろうね2時間ぐらい喋るのかな2時間も終わってんじゃん番組30分なのに。終わってからも喋ってるでしょ。そうそうそう、一人でね。ということで皆さん楽しみにしておいてください、はい、楽しみに。それでは皆様お待たせいたしました。3月は5回月曜日があるんでね、うん、はい、10個のキーワードになります、うん、ということで本日今月のね、はい、一つ目のキーワードはゆみちゃん何ですか。一つ目のキーワードはココナッツの子、うん、ココナッツねココナッツの子ですね。ココナッツね、はい、ちょっとツッコミどころなしだ ねココナッツね、まあまあまあいいよね。一つ目のキーワードなので初級編から徐々にどん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 応用編になってくるね。なんね、多分ね今夜はね結構応用編に近いぐらいのキーワードが出てくると思うんでね、うんうん、今夜多分そうなると思う。あ、今夜ね、今夜ね、はいはい、そうですね。なんで今回一つ目のキーワードはココナッツの子なのでね、あと9個今月出てきますので、はい、皆さんチェックよろしくお願いします。お願いします。それでは、はい、今夜3月1日月曜日夜11時から放送やさぐれナイトの今夜もやさぐれチャイナをお聞き逃しな。泣く泣く。それでは皆さん今夜もやさぐれチャイナということでバーマスターですよ。皆さん遊びに来てね。はい、ガヤの人たちもせーの遊びに来てね。バイバイ。チャンネル登録よろしく。